その日、シン、アスカは思い出した。ルナ・マリアの料理の味の恐怖を。に対するネットの反応を紹介します。スレガは AIA です。おっぱいガスゴーだ。器具の持ち方の時点で危なっかしい。ルナ・マリアの料理ベタ概念、ほんとどこから生まれたのやら。いやあ、こんな美人なメイドやってくれる嫁の料理食えるなんて、シンは幸せ者だなあ、白目。今の時点じゃまだ鍋の中身は普通に見えるけど、こっからどんだけひどくなるの？本物のメシマズはその状態からでもとんでもない味のクリーチャーを連成するぞ。あの状態でもそこが焦げてたり、調味料入れてなかったり間違えてたりすると、ふんまずいんだ。いいじゃないか、シンが料理を教えて二人でうまくなっていけばいいんだ。もともと美人がさらにメイド服着ると破壊力すごいな。メシマズというよりもメシ下手ってイメージ。下手かどうかは公式の描写がないけど、シンよりは苦手というのがタネキャラ劇場かなんかで書かれてたんだっけ。シンにあんしてどう？美味しい？てるなとその料理俺が作ったんだけどなあしてるシンがいる。あと将来は私がバリバリ働くからシンは主婦になるのがいいんじゃない？ってのもある。シンここが俺の死に場所か。英国リルナマリアの料理を食べる前のシン。ちょこっと食材がファイズシフトダウンしたからハイパーデュートリオンしただけなのに、エクシードチャージすんなしょぼーん。シン、今日は随分お寝坊さんね。お疲れなシンのために、朝ごはん作ってるから待っててね。ここからでも入れる保険があるんですか？ああ、うん。ありがとうルナ。あのね、まずかったら全部食べなくていいから。大丈夫美味しいよルナ。米印案の定3日ほど寝込みました。シン向こうの川で死んだはずの眉たちが呼んでる。おい眉、手を振るシン。眉お兄ちゃんこっちに来ちゃダメー。レイシン早く帰れー。ステラシン今だけあっち行って。シンあれ？レイやステラの声も聞こえるぞ。無茶しやがって。せや、種割れ中は余計な思考が消えるならルナマリアの料理を食べているという思考をシャットダウンして食えばいいんやないか？思考をシャットダウンしても味覚は生きてるし内臓も反応するの。シンが作りなよ。作ったやつはあんで正解だよ。まず自分で味見しなよお姉ちゃん。じゃあメイリンお願い。直後、規制を上げてぶっ倒れたメイリン。このことを聞いたアスランはメイリンがやらかした時のヒントをひらめいた。ルナマリアミリアリア似てる。君の料理する姿は、私に似ている。ミリアリアさんのご飯を思い出すわもぐもぐ。ミリアリアの作った料理みたいだもぐ。ジョーちゃんの料理そっくりだぜもぐもぐ。軍用調味料の使用量ミスった挙句しっかり煮込んでるはずのシチューなのに野菜に火が通ってない特級呪物。それをここからは入れる保険がありますと修正できたマリュウさんってやばくね？ほんとあの人一般少年のメンタルケアとモビルスーツ操縦以外なんでもできるな。一般少年のケアなら多分できるぞ。人の業の煮こごりを丁寧に処理されてニュータイプでもわかるか。こんなもんってなりかねなかった不発弾だったから無理だけども。ルナマリアの手料理がユニウス条約で規制されてることはもちろん知ってるよな。各あれと一緒にされるのは、ミラコロちょっと心外かなって。ルナのウーバー乗用して送還。ミリアリアとルナマリアの合作料理を食べきれないと出られない部屋。タイムアタックサイクロプス。アグネス久しぶりに脱走の時間ね。待ちなさい。持っていたシチュー皿からこぼれた液体で床が溶ける音。コンパスモブ1、床が溶けたー。ガクガクブルブル。コンパスモブに殺される。みんな、殺される。逃げるんだー勝てるわけがないよ。投降しろブルーコスモス。君たちに残された未来は3つ。おとなしく降参するかルナマリアの手料理を食べるかだ。ブルーコスモスそんな文句なら、自爆特攻の方がマシだー。メシマズ設定って公式だと叩かれるのに、ネタにすると盛り上がるのってなぜなんだろうな。余談だがメイリンの料理スキル32。下手だがまあ食えなくはないって微妙なとこか。マイナス200するの忘れてない？ルナマリアがメイリン以下だとして、その値は。22。どっちもどっちやんけ。この姉妹に料理させたらあかんうー。シン、お前が頼りだ。シン？まだ気絶しているシン。コンパスモブ1アスカ対コンパスモブ2早く医務室に。いや、一般家庭料理の基準が30とかなら、いやそれでも下回ってるか。シン、アスカの料理スキル71プラス今までの経験54。
運針が料理する方が平和だな。もう主婦になるといいよ。これ意地になってルナマリアが毎食作るパターンだ。あかん。それだとシンが毎回サンズの川に行くことに。しゃあない、キラとアスランが交代で料理だ。お待ちなさい、料理スキル22。キラまずい。揚げ物ばかりになる。これは揚げ物以外できない総裁。でもラクス特製オルフェの唐揚げはファウンデーション国民が泣いて喜ぶというし。ちょっと待て。またまた余談だが、オルフェの料理スキル82。食材が喋ってますの。この総裁、最初を食べる気か。キラの食卓に並ぶハンバーグ。総裁は嫌がるだろうが、オルラク共同作業65。余談だがキラの料理スキル79。主婦に。アスラン57-57、カガリ50。アスカガの普通に平和っぷりよ。読んでもないアグネスの料理スキル90。ほんと努力はしてんだよなアグネス。男を落とすことしか頭にない女が女性陣最強の料理人。矛盾がねえのが困る。男はみんな私の料理が好きなはずよ。君は美しい、シュラ料理スキル95。お前料理も最強格かよ。やはりシュラが最強か。それでも、ラクスの手料理が食べたいんだ。共同の場合99。こっちはシンルナバージョン91。やっぱ愛が勝つんだな。共同になるとめっちゃ上手くなる。もしや野菜切ってるだけだな。この女性陣、片っぽ料理できればまあなんとかなるもんさ。ダメだこの女性たち、台所は主婦たちのみ入れよう。全員の息の根が止まる。シンはそもそもで好き嫌いが結構激しい部類なので、やべえ料理を食うのはかなり無茶している部類に入る。無茶しやがって。もういいのよウルフェ、私が作るから。イングリッドの料理スキル58。極端に低くないのがまた。オルイン共同作業52。悲しいのやめえや。アウラ、調整失敗してないか。この2択は外せないわ。飯を台無しにするのは良くないぜ。これはさすがのコンビ。一生ついていきます隊長。キラシン82。やはり主婦じゃねえかレイ。とにかく今は戻りレイ。シンギャー。なんとかサンズの川を渡らずに済んだシンだった。ルナマリア飯まず概念に対するネットの反応をいかがでしたでしょうか。今回はイフ動画、料理の見た目は普通なのに、あと飯まずキャラって最近はあまり見かけなくなった気がする。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。